さあ、それではデュエルの準備ができましたので、できました。早速対戦していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずじゃんけんをいきましょう。はい、いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、先行でお願いします。わかりました。せーの、ラッシュデュエル、いきます。はい、まず1枚引きます。はぁ、いきます。弦楽器メリケンサックス、本名氏坂風、そしてサイレントアサシン。なるほど、1枚伏せて終わりです。お、なるほど、先行1ターン目その動きできましたね。はい、ではマスターのターンです。はい、手札が4枚なので1枚いきます。ドロー。なるほど、まずは鳥さん、セイントバード、おー、攻撃表示で召喚します。はい、そして幻獣王ガゼル、このカードも召喚します。そしてグレムリンを攻撃表示で召喚します。グレムリン、グレムリンなんだか懐かしいですね。懐かしいカードちょっと詰めてみ、はい、たんですけど、それでは2ターン目なのでバトルフェーズ入ります。はい、まずはセイントバードでサイレントアサシンに攻撃です。うわ、攻撃力が一緒同士なので何もなければ相打ちになります。はい、相打ちです。こっちにモンスターは行きます。はい、そして幻獣王ガゼルで坂風に攻撃します。はい、何もないです。1000対1500なので500ダメージです。500ダメージです。はい、そして最後グレムリンでメリケンサックスに攻撃です。はい、やめてください。攻撃です。はい、ということで300ダメージを与えてマスターはターン終了です。はい、では、5枚になるように引いていきます。はい、現場兵ドリザード、現場妖精ビッケロン出します。ブルーブレイカーも出します。なるほど、攻撃強の天春をフィールド魔法で出していきます。アドバンス召喚をします。強いやつが出てくる。現場巨兵ビッグローランを出します。強いな。それでは、はい、攻撃バトルフェーズでいきます。はい、てください。いきますよ。はい、現場兵ドリザード400アップしてグレムリンにアタックします。気づかれてしまった。200ダメージ。はい、はい、そして現場巨兵ビッグローランで400アップして2300でガゼル、ガゼル攻撃します。強い。800ダメージ食らいます。はい、そしてブルーブレイカーで直接アタックします。はいはい、1200ダメージです。あー、ラッシュマスターにアタックしてやったぞ。結構返されましたね。はい、ではマスターターンもらいます。はい、では手札2枚なので3枚ドローします。1、2、緊張する。3枚、まずはサイクロプスを召喚。おお、これもまた懐かしい感じですね。はい、今一度グレムリンを召喚。そして2体をリリースしてアドバンス召喚します。ロイヤルデモンズヘビーメタル。ただあの効果は今出ないので、ただの2500のミスターですが、はい、さらにセイントバードを召喚。はい、そして水の魔導士を召喚します。はい、2500のロイヤルデモンズヘビーメタルでビッグローランに攻撃します。はい、2300なので200ダメージあります。はい、ドリザードが今1500ですので、はい、セイントバード1500のモンスターで攻撃します。攻撃されました。そして水の魔導士でブルーブレイカーに攻撃します。はい、1200対1400なので200ダメージです。うわー、これでターン終了です。はぁ、来い。15、はぁ、どうしたんだ、どうしたんだ。
現場兵ブリザードを出しまして、バトルフェーズに移ります。おー、なるほど。現場兵ブリザードが剣種によってアタックが1500になるんで、魔導士アタックします。100持ってるので、はい、やられて100ダメージ。はい、ターンエンドです。お、手札にモンスターを持っているとしたら何かを狙っている可能性があるかもしれないですが、マスター5枚、はい、5枚ドローします。ここはまずはカード1枚セットして、はい、水の魔導士を召喚して、さらに幻獣をガゼル召喚します。そして2体をリリースして、どこ行くの、アドバンス召喚します。誰誰誰誰、セブンスロードマジシャン出した。セブンスロードマジシャン出したい。今の気持ちよかっただろうな。効果も使いますよ。はい、セブンスロードマジシャン効果、デッキの上を1枚墓地へ送って、墓地のモンスターの属性の数 ×300 攻撃力が上がるので、闇属性、水属性、地属性、風属性までですね、4体いますので、はい、300×400 で1200アップするので、攻撃力が3300です。すごいすごい、すごいじゃないですか。3300です。そしてバトルに行きますよ、はい、まずは2500のロイヤルデモンズヘビーメタルでドリザードに攻撃。はい、では1000ダメージ入りますね。はい、そして攻撃力の上がったセブンスロードマジシャンで3300で直接攻撃は、うわー痛すぎる、これは痛すぎる。いけー、大ダメージ急にだ、ポイント、これでターン終了です。ゴリゴリに削られた。そうですね、もう一枚伏せて、はい、何ターンエンドです。何何なんだあのモンスター。レベルがあえて置きません。あ、なるほど、はい、そういう作戦か。なるほどです、わかりました。では手札1枚ですので、はい、4枚ドローします。そんなドローして、でもこれはあえてってね、さっき、はい、小池さん言ってたので、はい、すごいの伏せてある可能性もあるかもしれないので、まずはカード1枚セットして、はい、カード1枚守備表示で出して、はい、2体をリリースします。そしてマスターのエースモンスター出しますよ。アドバンス召喚ブラックマジシャン、伝説のカード、すごーい、ブラックマジシャン出しますが、モンスターも守備で出しますが、ここは怖いので一度、めっちゃチェックしてる、めっちゃチェックしてる、はい、ターン終了と言ってみましょう。いいんですか。いや、でも怖いんで、ちょっとそうですよ、怖いですよ、この夫人は誘いの可能性、ちょっと、そうですよ、石橋を叩いて渡るタイプなので、ここは一度ターンを渡します。はい、はい、剣楽器メリケンサックスを召喚して、わかりました。ではこちらの魔法カード、エンシェントバリアを使います。同じ種族の自分の墓地のモンスター2体をデッキに戻して発動できる。なのでこっからここに戻すってことですね。そうですね、同じ種族のモンスター。同じ種族。ではビッグローランとドリザードを2枚をデッキに戻します、はい、好きなところに入れて、まあ、混ぜてください。はい、そして効果は自分のフィールドの表表示モンスターを2体まで選んで、このターンそのモンスターは相手のトラップカードの効果の破壊はされない。なるほどです。そして私はここに置いておきます。おお、なるほどです。新しいカードが増えましたね、はい、そしてではバトルフェーズに行きたいと思います。なるほど、はい、こちらは電流族じゃないんで、線のままです。線ですね、はい、来ますね。この守備表示のモンスターに線アタックです。お、ではお願い、その時めくります。線です。わー線なので相打ち、何も起きません。何も起きなかった。そんなことある、はいはい、同じでした、同じでした。
さあではターンエンドです。なるほどです。ではマスターターンをもらいます。4枚、はい、ドローします。魔法カードを発動します。はい、魔法カード発動、ブラックマジック。うわ、このカードはブラックマジシャンがいるときに効果発動できます。はい、ブラックマジシャンいますね。います。効果は相手の魔法トラップカードをすべて破壊します。ねえやめてよ。すべて破壊します。せっかく設置したのに。すべて破壊します。でも墓地に送られ。さん、これも、ここからもカードなんですよね。フィールドで4枚。そんなひどすぎる。いただきます。やばいぜ、やばいぜ。お願いだ。では、これで脅威がね、はい、なくなったので、はい、バトルに入りたいと思います。はい、ロイヤルデモンズヘビーメタルで、まずはメリケンサックスに攻撃します。うわ、2500で攻撃なので、はい、1500、はい、ダメージです。そしてガラ空きになったところへ。誰も守ってくれない。大丈夫ですか。僕あのファンの方に恨まれてしまいました。大丈夫ですか。大丈夫です。ではこのブラックマジシャンで直接攻撃します。ブラックマジック。いや強いぞ大輔さん。ことで、いやでもブラックマジシャンにやられるなんてちょっと嬉しいです。はい、そう、僕もちょっとブラックマジシャンです嬉しいです。はい、好きなんでちょっと嬉しいです。いや対戦ありがとうございました。悔しい。やった、負けました。勝ちました。いやでもめちゃめちゃ楽しかった。楽しかったです。はい、めっちゃ楽しい。新しいカードにどんどん出会うから、うん、あ、こんな効果あるんだとかね。なんか手札が結構ずっとレベル6以上とか8以上とかのカードが来ちゃって、下級のモンスターたちがいないとアドバンス召喚できないんだなっていうのに詰まったり、あとやっぱり手札どんどん出していかないと新しいのが引けないじゃないですか。これはね、やっぱバカずっすね。あ、まあバカずっすね。あ、踏んでる。大輔さんバカず踏んでる。ラッシュデュエルのね、面白さ、うん、あの小池さんにもすごい伝わったんじゃないかなと。伝わりました。思うんですけど、はい、見てる皆さんも伝わったんじゃないでしょうか、うん、と思います。ということですね、今回もなんとですね、はい、プレゼントをご用意していただきました。プレゼントある。やった。上げすぎじゃないですか。結構上げてますね。はい、ということでですね、プレゼントの詳細はこの動画の Vlog を見てください。そしてプレゼント応募方法も V ジャンプレイに登録して、この動画の Vlog をチェックしてみてください。皆さんお待ちしてます。せーの、またねー。